めっちゃ震えてる。めっちゃ震えてる、めっちゃ震えてる。目玉だらけやな。気をつけていくよ。おう。でん。よし、登れないか。まあ、普通に階段登れるから、それでいいんかな。これ、銅像の人の家かな。あ、銅像の人の銅像あるもんな。ただのマネキンか、これ。また南京錠かよ。南京錠があるので、探しに行きましょう。ごくり。ん？なんか、ウト取るな。ちゃうか、これちゃうか。おった。らいらいらい。上、横、下って感じだな。あ、普通に通れるわ。なんだ。銅像の人ラスボス感あるから、やっぱラスボスなんやろな。で、この奥のどっかに鍵があるんやろな。これ鍵ちゃう？違うわ。どこだ、鍵。これは？どっかに鍵あったんかな、また。で、これ終わったら、あっちからこっちに来るから、その間に向こうにあった鍵を取るみたいな、今まであったパターンかな。ちょっと待って。でも、見つからんかってんな、俺な。まあ、とりあえず、あれ、ちょっと壺割って、このベッドの下にでも隠れてみるか。ね。どうだ？歌が収まった。鍵のありかな？俺ちょっと見落としてたからな。つぼったけど何も起こらなかった。あ、でもいなくなってる。あ、そう、あそこにどうぞあるやん。でもちょっとなんか、今までのやつとフォルムが違う気がするな。ちょっと行ってみるか。いなくなったよね。OK？なんかバキバキの鏡、なんかボタン押したら見えるところにあったやつですよね。これどうぞか。ちょちょちょ。えい。あ、どうぞやわ。で、いや、でもそれよりも俺は南京錠が欲しいんですよね。あ、あった。ははは。なるほど。壺掘ったら出てきてたんかい。なんや、もう。そんな初歩的なやつでしたか。 まあでも、そっちの方が妥当やよな。普通にポコッと置いてあるよりも、ちょっと隠してある方がそれっぽいもんな。いやいやいや、大正解ですよ、それは。これでも、これ、走っていってる間に、壺の人、じゃあ銅像の人、スーッと来るで、きっと。今んとこ大丈夫。まだ大丈夫。まだ強い。まだ大丈夫。コントローラーが震え出した。あ、すいません、すいません、すいません。来るぞ、来るぞ、来るぞ。逃げて。さあ、火つけて。鏡だらけやな。何？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 ああ！え？え？あ、来てる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 。いや、ちょ、無理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 、無
強い。でも今のあれやな。手前に行っちゃったけど、一個奥のところにスライディングダッシュやな。はぁ、し、わかった。オッケー。ちょっと奥目を走りましょう。この辺、この辺。このライン走っとけば、まっすぐで飛び込める。ちょっと奥目走らないとダメよ。よっしゃい、あー、ちょ、なんで手前行くねん。もう。
おら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 、滑り込みセーフ。オッケー、よかった。さあ、ちょっともうあの、なんか、あ、銅像おばさん、銅像おばさんの銅像ばっかりなんだよな。このノームくんおらんのかな。怖いな。ないかな、ノームくん。ノームくんがいないのを確認しな。あれ、銅像おばさんやんね。今見えへんか、銅像おばさん。うわ、銅像やった、ただの。マネキンおばさんたち。めっちゃ広いとこ出たね。やけくそや、突っ走れ。なんか出そうやけど。でも、こういうところにノームくんおったりするからな。ちょっと、しっかり物色しましょう。この左っかとかね。OK。はぁ、怖い。いや、そう、こういうところにね、チリチリッとこうやって隠れてたりするからね、ノームくんね。いないようだね。ざっくり見たけれども。ノームくん見つかるとき結構走っていってくれるから。どうすんのこれ。あ、真ん中のあの、なんか、登れそうやよね。この、モニュメントみたいなの。あ、無理か。どこだ？このだだっ広いところで。手前か。見れてないのか、俺は何か。あ、なんかある。これまた。ベリベリ、うん、オッケー、剥がせ列でした。普通にこれが順路でした。うん。なんだい？こっちかい？どっちだい？ノームはいないのかい？奥さんよ。これ登るか。この、雑巾みたいなやつ。関係ないか。よっ。うん。お、なんかある。これは？お、なんか持った。あ、割れない。これ何やろ？鏡じゃないんかな？頑丈な鏡やな。あ、でもなんかこれ、なんか、鏡が全部割れてんのに、この超頑丈な鏡。これ鏡なんかな？どうなんやろ？待って、置いてみよう。待って、前は。これ鏡なんかな、ほんまにな。よいしょ。前は。ちょっと行ってみよう。持って、おい、なに？ん？何？あ！おる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 。どうぞおばさんおる。どうすんのこれ？ん？おお！どうぞおばさん！なに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 ？な、あ、全然意味がわからん。全然意味がわからん。クォーツドーンってなって。全然意味がわからん。どういうことなんや。まあまあ、この鏡を持って、左に行くと、銅像おばさんが現れます、と。で、消える。OK？ で、明かりのあるところに行くと、銅像おばさんが来るので、おお、なるほど、なるほど。あ！光が苦手なのね。光が苦手？鏡が苦手？そうか、でもそうやんな。鏡が苦手なんやろな。だから全部割ってたんや。あ、ちゃうわ、光が苦手や。そう、この光の当たるところで光を反射させて、銅像おばさんに、光を当てるわけですよ。結局は光の力ですよ。光の玉を、ね、闇の衣にぶつけることで、この世に平和をもたらす勇者。それが、イエローマン私だ。かかってこい。おお、手前はないわ。手前はないわ。あれ、どこだ。おら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 、たまたま当たったーい。よし。勇者の力見たか。お前をどんどんライトアップさせてやるぜ。あ、ちょっとなんか円小さくなった。ね。おい。手前か。手前か。どっちだ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 。
来た。あーくそー難しい。よし来た。ほらえどっから来る。で次が左ぐらいから来てたよな。うん。っていうかどうなんやろ、攻撃してくる方向ってランダムなんかな。どうなんやろな。真ん中に置いて。オッケー。ギリ間に合う。オッケー。で、次が、うん。だいたい一緒っぽいな。うん。次がね、前から来るんだよな。なので、ちょっと奥をおろう。うん。こっちから来んねんな。うん。ブワン、そう。ブワン、ブワンがあって、ブワン来て、そう、来ると見せかけてブワンで、おお、そうそうそう、手前から来るんですよ。そう。で次も手前から来るんですよ。なんで奥におろう。うん。よし。こっから正念場やぞ。次が次やられたとこやからね。うん。オッケー。オッケー。ボンの、ボンで、手前から来るから、ボンで、ボンで、どこや。あ、こっちか。どうや、手前。右手前やった。キョ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 。よし、で、次からが初体験なので、まあ、真ん中で待つかな。うん。うわ、来てたー、ぶねー、あー、ギリ間に合った。何回来んねん、しかし。真ん中で待った。うわ、手も奥か。よーし、くらえー。あ、鏡割れた。フィニート？倒した？原稿像おばさん。あ、じゃあ原稿像おばさんじゃない。あの、銅像おばさん。お、銅像おばさん。でもまた生きてる。でも俺も腹が減った。もしかして銅像おばさん食べる気？ちょっと嘘やろ？嘘やろ？さすがに。いや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 、さすがに食えん。それは食えん。さすがに。そりゃあないですよ。ソーセージでも食ってお腹をね。満たすのがいいと思うんですよ。もう、さすがに。ね、うわぁ、食っちゃったよ、もう。はぁ、やっちまったなぁ。そして私は、覚醒する。あ、こっち見た。なに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 、真の悪は俺だったんだみたいな、そんなオルステッドみたいな。え、ドアが開きました。うん。奥か。まあ、奥やわな、今のは。どう見ても。ここも、ノームちゃんの存在とか気にしなくていいよね、多分ね。とぼとぼと歩いてる。悲しそう。ああ、また、洗礼者たちというか、千と千尋の人たちおるよ。ちょ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。お、なに？死んじゃったよ。え？何もう俺が歩くだけで人が死ぬ。強すぎる。俺の邪悪な気を浴びるだけで人が死ぬレベルの強さになってしまったんだけど。あの、銅像おばさんを食らったことで。全部夢や。こんなん全部夢や。夢なんや。ちょっとした悪夢やったんや。ああ、全員死んじゃう。私のせいでみんな死んじゃう。こんな世界なかったんや。
映画キューブのエンディングみたいや。結果生き残ったのは私だけでしたみたいな。ああ光の世界。ノームちゃんたち、祝福してくれてる。ちょっと救われるな。一人食ったけどね、俺。君たちの仲間を。というわけで、リトルナイトメア実況プレイでございました。主人公の黄色の子は、あの銅像おばさんと戦うためにずっとこう行ってたんでしょうけれども、何もやったんやろな。あの銅像おばさんがこの世界の支配者みたいな感じやったんやろうね。あのなんか食人の人たちとかのがめっちゃ飯食ってたんとかも銅像おばさんがあの施しを与えてたんかなみたいな。むしろこの世界を作ってたのは銅像おばさんでしたみたいな。で、鏡が嫌いやから割りまくってたじゃないですか。まあ、光が苦手なのか鏡が苦手なのか分かんなかったけれども、まあ、自分の姿を見たくなかったんでしょうね。それはあったんやろうな。なんだろうな。で、主人公の黄色の子は何やったんやろな。たまに黄色の子のなんか絵とか絵みたいなんとかもあったけれども、銅像おばさんの息子説もしくは娘説あるかな。止めに行ってたみたいな、お母さんの暴挙。っていうか、後半に行くにつれて世界観が自分好みにどんどんなっていって、なんかね、あの千と千尋感あるって言ってたけれどもね、最後のステージとかさ、めちゃくちゃ良かったよね。ドワーッとあの食事をしてる人たちが大量に襲ってきて、はーって逃げ出すところとか、めっちゃ興奮したな。ね。いや、本当に良かった。いい音楽やな。心が洗われるわ。いや、今日はよく眠れそうや。一応ホラーって聞いてたけど、そんなに怖くはなかったもんね。いや、ほんまにいいゲームでした。でもちょっと思いついたのは、これリトルナイトメアじゃなくてリトルナイトメアズじゃないですか。ってことはなんかこの主人公の黄色の子の夢とあの銅像おばさんの夢が混じり合って戦い合ってたみたいな、そんな説もあるかもしれない。ね。
まあ、そういう考察とかしてる人とかもいっぱいいるんやろうな。ちょっとこのゲーム終わったので考察サイトでも覗いてみようかなと思います。すごいいい雰囲気で心が洗われる楽しいゲームでした。サクサクと操作していくのもすごい楽しいので、ぜひに皆さんもプレイしてみてください。そしてですね、コンプリートパックというやつを購入したので、お、サンキューフォープレイング、いやもうサンキューフォーメイキングですよ本当に、うん、で、あのコンプリートパック的なものを購入したので、他のコンテンツもあるはずなんですよね、うん、ちょっとモドルを押してみました。なんか出航してるな。すべての悪夢を食らって一人次のステージに旅立つ主人公のキイロちゃんみたいな感じなんやろうか。多分この追加コンテンツってね、チャプター選択の中でなんかね下にねあったんですよ。多分これなんやろなっていうのがあったので、それはちょっと次回やってみようかなと思います。ね、これこれ、うん、集めたメッセージっていうのがあるからね、これが追加コンテンツじゃないかなと思ったりしてます。